平和記号いたします書家鳥留俊陽先生をご紹介させていただきます。鳥留俊陽さんは3歳の頃より呉市にて故高橋俊峰先生の指導を受け、筆の動きから生まれる書の美しさ、楽しさと厳しさに惹かれ、書の道へ。安田女子大学書道専修科を卒業後、広島県立高等学校書道教諭を10年務め退職後、現在は書道講師と個展活動、競輪書道研究会運営委員、イベントでの大手パフォーマンスのほか、名前の言霊講師、和文化研究や国際交流などを行っておられます。続きまして小谷義之さんをご紹介させていただきます。小谷義之さんはインディアンフルート奏者でダニー・ジェイとして活動されておられます。日本インディアンフルートサークル協会の認定講師も務めておられます。インディアンフルートはアメリカ先住民である北米ネイティブアメリカンによって伝えられている楽器で、ラブフルートとも呼ばれています。精霊より人に与えられたと言われるこの笛は、純粋で善良なる心を持って愛を伝え、幸福をもたらす力を持っています。本日は世界平和を祈る鳥留俊陽先生の奉納記号に心を込めて音を添えさせていただきますということでございます。それではただいまより鳥留先生の平和記号と小谷義之さんの平和演奏を開始いたします。人前で書家が書きます石上記号は今日書道パフォーマンスと呼ばれておりますが、禅と同じで日本独特の精神文化の一つと言えます。書家が大きな紙に心に決めた文言や願いの言葉をご覧いただいております皆様方と一緒にお祈りしながら書き上げます。それではどうぞよろしくお願いいたします。
東龍先生、小谷さん、お心を込めての記号と演奏ありがとうございました。